まあ、なんかついてるから、ね、何年中っすね、ちょっと尻つかれた、ふざけんな。何京野さんパンねえよ、クソ京野目指す京野さんのこと全力で、はい、僕のなんか、いいなって北海道すげー。まあ、だいぶ出来上がってきたんじゃない。現状在籍は在籍が40人くらいです。まあ、いい数字になってきた。今、ユグホンでやろうとしてることがあるんだけどさ、数値表にしようと思うんだよね。今後昇格費じゃ、売り上げじゃなくて、例えば売り上げいくらによって1点、2点、3点、4点、5点と勤怠、従業員の支持率、SNS の言動、日頃の言動、トータル何点以上で約束何みたいにしていこうと思うんだけど、もうでね、そっちの方がいいっしょ多分。完成したらまあ導入するし、この通知表を評価する人間の責任者立てて、その人に評価してもらって上がっていくっていう仕組みにしてるから、俺からはマジでこれぐらい。食うわ。あ、食う。そこ痩せたね。49なんですよ。輪郭から誰か分かんなかったんだけど、だもん 30% ぐらいなくなっとるやんお前らさ、なんか今週やばないなんか売り上げがまた伸びてきたじゃん。多分ここから5000は切らない状態になるのって時間の問題になってくると思うので、そこでやるべきことっていうのが、一人でも多くの人に今こういう状況であって知ってもらうことだから、この街は特に口コミが大きいから、全員がリツイートしていく、全員がお店の情報と全員の結果をきちんと発信し合える中になる。頑張ってる仲間を認めて発信するっていうところを癖づけてって、これでさらにもう一段階入店率を売り上げて変わってくるから、そこだけ意識して頑張ってください。はい、これからは特にないか、今月は。ある、なんか、あ、なんかついてる肩に何年中っすね、年中っすね。ちょっと、それ疲れた。だけどカメラ入るの期待してたあ、マジな年中だてか、お前さ、部下育ってんのちゃんと。はい、チームのものですね。ふざけんな期待もいないよ。お疲れ大丈夫です、了解です。お疲れでした。お疲れ様です。バックなんですか。これバックですね。物入るんすか。物、細長いもん入ります。あ、どこ入れるんですか、これ。ここっす。何にも入ってないです。あ、香水だけ入ってない。クソキャラいる。クソキャラ。はい、腹減った。行くぞ。いや、でも、あ、はい、年中いるんですけど大丈夫です。俺の前にいてください。キモいんで。キモいんで。ちょっと二人おそろコーデみたいな。最悪っすね。そういえば俺の実家来たことあるのって、京野と楓と闇さんだけじゃないって話。で、あ、それ俺の最後の宿題っていう。最後の宿題らしいですよ。はい、みよさん。もう一回咲いてもらわねえとな。考えると今日はすごいっすね。19とかですもん
19で来たんで、すぐ20歳になったよな。すぐすぐなりましたね。ですぐアル中になってな。それはよ、3年前にもう一回咲こうぜ、札幌の一番取ろうぜって口説いて連れてきたのが神宮寺なんだよな。もう一回成功したいっつって連れてきたのが一目屋なんだよな。最初は売れてたんだけどな。お前らのスルースキルの高さ、いまだに。なんなんそれ、悩んでんの、すっとぼけてんの。次なんか言われないようにすっとぼけたくない。違いますよ、これ実験だからな。今日は暑いですね。今日はダメな日だな。いや、朝8時のフライトで来て、でまだ表に出せてないけどでかい案件があるから業者さんと会ってたので、会議でまた業者さんと会って、ちょっとさすがに腹減ったから飯食ったら本気で眠い。こっから札幌はね、大阪と同じ流れを組んでいくから、まあ、何をするかは言えない、正直。でも大阪と同じような空気感と流れが始まるから、報告するとしたら2000万プレイヤーと1500万プレイヤーが2ヶ月連続で生まれて、おー、うん、売上の水準も上がってて今5000アンダーまで戻ってきた。俺の予測だとススキノはあと 1,2 年後にバブルが始まるのね。ススキノにバブルが始まるタイミングでグループ規模のイベントと競争が始まるように準備してて、まあ1年で間に合うかな、おそらく。あいつさ透けてるやん。いつまで出るって話だろ。やしろに怒られ、やしろに言われて、タクに突こうか。やー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 。おはよう。ごめんね、今日友達もいるけどちょっと許してな。ごめんね、今日友達もいるけどちょっと許してな。ただね、先月2000万売った男がいるから、その席行ってこようと思う。そら、はい、たくあんの？あります。行っていい？いいんですか？ああ、いいんですか？いいよ、座ってたよ。ああ、ホセさん知ってました？僕名字変わって渋谷になったんですよ。あのインスタで拝見しました。あ、本当ですか？ちょっと、うん、名前をいただいた。渋夏さんもね、結構漢字に憧れて。条件みたいなの出されてたんですか？そうですね、2000万っていう条件出されて、最初目標が1500ぐらいだったんですよ。根性で売ったみたいな感じですね。それ渋谷夏吉さんは、社長はなんて言ってくれたんですか？札幌支部はお前に任せる。どうも、いらっしゃいませ。どうも、ご一緒に失礼します。いいですか？怖い、第一声怖い、受けるな。あ、全然やべ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 、いいからそういうの。どう、今月は？今月はそんなあげないです。あ、まあ、それは好きにすればいいと思うよ。来月の紅白イベント、俺一人で全員に勝とうみたいなイメージで。おじさん VS、はい、若者。そうです、1日1200ぐらいあげるので。うわ、ボコボコにします。おはようございます。おはようございます。いきなりなんだけど、お店が増えます。店の割り方としては、創業組と空子を中心にした若手のチームで一回派閥化して、空朝日、空子、チーム対抗イベントとか組んでいきたいなと思ってて。戻ってきたよ、早く。あ、担当？びっくりした。そうなんだね、うん、すごい。最近さ、俺さ、そのでかいサングラスをつけてるやつ全員俺意識してるって信じてるの。
はい、してます。してた、してます。してた。じゃあ早め行くわ。うん？はい。マジで？これつけてつけてもいいんですけど、YouTube で絶対にこうのサングラスでって言ってほしいです。さっきタクでチラッと言ってたんですけど、うん、冬月札幌モンスターズ既存の先輩組がさ、若手に対してさ、ちょっと偉そうだったりさしちゃうじゃん、どんな職場も。そうじゃなくて、けしかけたんだよね、やっちまえよって生意気言ったれよって。そしたらそら生き生きしだして、おい行ったれ行ったれっつって、よし。はい、何今日のシャンパン、はい、オールコールらしいよ。はい、じゃねえよリオさん戻ってこないと始められないです、シャンコがーって言うから。しんねえよクソ今日や、本当に今日シャンパンか。今日なんでだって飲ませられる方がいますからね。女の子にやっぱ返品してもいいよって言うわ、うん、そういうシャンパンの入れ方間違ってるよって、うん、担当のことが大好きだから入れるものじゃん。そうです ね、その会長に飲ませるためになんて入れなくていいよそう、返品していいよって言いに行こう。今までないぐらいですね。疲れた。これって何に効くんですか。中央競争です。これでいきますか。とりあえずカツジン飲むわ。このあとレクリエーションじゃん。その後遺跡の面談あってさ、6時までコース確定してんのよ。だ余計来るんだよね、なんか。あー、小池屋の席だね、音でわかるわ。そう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 、多分何もないと思うんですけど、なんかどっかからしたらなんかすごい圧力がかかってるような気がして、本来でミリコがあったんですけど、ミリコがそうないということで、ただの水をミオさんに飲んでもらって皆さんミリコがなかったんで、ミリコの代わりの水です。ほんで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 マジで何も入んない。いきますよ。おかげで売り上げ上がったと言っても過言ではないぐらい、本当に先月ほど頑張ってくれてて、本当に京屋さんっていう人とこういった働けてることに本当に感謝してます。はい、そうですね、これからもね、全力で京屋さんのために頑張る姫のことと、はい、もっと上を目指す京屋さんのこと全力で、はい、僕のはい、ありがとうございます。あのですね、ありがとうございます。はい、何がそんな嫌いなの。なんかいいなって男性選びだけは、はい、しっかりと、はい、はい、ゆっくりと考えて男性選びだけは、はい、北海道すげー、よいしょいいよいしょ。比較にも疲れが取れたんだけど札幌の従業員はね、どんだけ真面目な話しても最初ははいはいって聞いてくれんの。で、売れてくると慣れてくんのね、あのノリでくんの。だから緩くしてちょっと楽しくしたら売り上げが上がってるから、ね、あんまり難しく考えないで。ですよね、珍しく遊び行きましょうよ。いようか、こんなレク抜け出しますか。抜け出しちゃいますか。いいっすね、なんか抜け出すってえって言ってまだ稼働するんですか。え、これからレクデーション。いい、ああ、これ、これ立ってる。はい、お疲れ。
はい、はいよ。これからまだ寝ずに面談ですかね。席が本当に今増えてて、コストが未開発だから、創業してた時に似た感じの人材が入ってくるから楽しいんだよね。だから楓と京也連れてったんだけど、まああの時楓も京也も主役にはなれなかったから、今度こそ掴んでほしいなは本音あるんだよね。でもさ、年中つけてるやつナンバーワンにだけはなってほしくねえわ。ピーツを選んだ理由で言うと、グループイベント弱いんですよ。なのに僕らが一番だみたいな、気に入らないっすね。まあ、イケメンブランディング嫌いないって多分言わざるを得ないじゃないですか。イケメンいないじゃないですか。頭悪いっすよね。寮生やべえな。